会話をするところを、ね、見る聞く沈んでいなかった、はい、これセンチュリオンというあの母艦がですねちょうど氷にこう阻まれてしまって動けないというところに、ね帝国軍の降下部隊が攻めてきているという場所です、うんまあ、一瞬まあちょっと見失ってたので、うん、ニコラとキアラが探してたんですね。で実際に王を見つけたやっぱりその阻まれて動けないんだけど撃沈はできてなかったというのが分かったところでやってきた。あのでかいのを奪えばベルガー様は喜んでくれる。ベルガー様、ベルガー様、一番言った単語、一番言った単語。今度こそうまくやってみせる。一回失敗したからね。ニコラ、邪魔すんじゃねえぞ。邪魔すんじゃねえぞ、ニコラ。それがこちらの戦士。大変仲がよろしい感じの。仲だ。殺すか。お。思う存分。楽しみましょう。悪い顔してる。悪いやつだな。汚い笑い声だ。浮き輪のやつには。吹き込んだ本人が汚ねえ笑い声だな。でも汚くていいって教えてくれたんで。やっぱりこの直接的な感じがそのそうですね、今大人のキャラクターになってましたね。なので、まあ、2人ペアなんですけどやっぱりお互い競争してるっていう。そうです、どっちが多く殺すか、うん、競争してるっていう。でなんでより多く殺せばベルガーがより喜んでくれるだろうっていうのが根底にあるんですよね。はいはい、純粋な思いですよ。うん、そうですよ。ピュアなんです。ピュア。ピュア。まあ向いてる方向がちょっと違うと思いますけどね。はい。よし。はい。ということで、降下兵、はい、兵隊だけじゃなくて爆弾も降りてくるというところなのでそれを、うまく落としていきましょうとそういうふうなミッションなんですね。まあせっかくなので、ミネルヴァさん、おミネルヴァ来るんですね。あら、あ大丈夫ですかテレカさん、銃撃まあまあ大丈夫でしょう。大丈夫なんじゃないですかね。毎度毎度バットポテンシャルが落ちるわけじゃないですからね。あ、いた、私の金役がいました。すごい。お、金役。私の大空の金役、ここ彼氏募集中。ここはちょうど両兵になったぐらいですね。12レベルなので。あ、本当だ。鈴木両兵になってますね。準備はいいぜ。我ら対我ら。なので両兵になるとみんな武器が増えるんです。まあみんな全員じゃないかな。敵団兵。敵団兵はあんまり変わんないです。ただ、まあ、例えば先ほどの偵察兵ですとライフルグレネードっていって武器からその手で投げてた手榴弾をこう打ち出せるようになるんで遠くまで飛ぶんですね。とか突撃兵だと火炎放射器を使ってその土のうにしゃがんでようが何してようがもう防御力無視でダメージが通るみたいな。で武器が増えれば当然どういうふうにじゃあ武器を使えばうまく倒せるかみたいなところっていうのは健在。まあこれは1の時からあったんですけれどそういった要素は今回も健在と。でまあその中でスナイパーは3連発するスナイパーの銃を撃てるようになったりとか戦車に引くような銃も使えるようになるんですけど怪物ライフルみたいな。その他にその迎撃と反撃ができるっていう結構強化されるっていうのがスナイパーですね。爆弾だ。センチュリオンを狙っている。狙っとるでーす。いやー、ワイラが狙っとるでーす。袋のネズミじゃー。そうじゃ、皆殺しじゃ。袋のネズミもいいとこですからね。動けないですからね。リアル本読みだ。結構難しいんじゃないですか、これ。あ、広い。はい。こう大きくなってですね、もう巡洋艦全部をもう包み込むようなぐらいのマップの大きさです。で、このマップの一番大事なところっていうのはこの左右にあるこの光っているところ高台ですね。これをどうやってキープしていくかというところの設計になってます。で、ここの真ん中にある降下爆弾これを、高台に乗って落っことしていきましょう。ですね、下から撃っても届かないんですよ。あ、じゃあ上から撃ってくるから上からないと。なので、高台に行くために一番近い道となるとまあここなんですけどここに赤いバッテンあるじゃないですか、はい、なのでこれ壊れる物体なのでまず戦車でこれ壊しながら行っていきましょうか。なるほど。あ、敵だ。敵発見。敵発見。まあでも一番大事なここを壊すことです。へえ。戦車はあの土のう壊しの大事な役割があるんで。で残った戦車の AP を使って対戦車兵を壊していく。あ、ヒュン来てますけどまあまあまあ。あ、なんか来て来てる。なるほど。優先的にこう障害物を壊してから残りで倒す。戦車は障害物壊すのエキスパートみたいな。今バリバリ敵の手。
対戦車兵が榴弾に巻き込まれてましたね、はい、ただあの対戦車兵って榴弾だとあんまりダメージが、ね、硬いですからね、うん、通らないんですよ。ただ位置がちょっとずれてしまうんで、そこがちょっと嫌なところでありますよね。今あの主人公の戦車ちょっと方針が長くなっていたりするんですけど、これは、まあ、これは後半の方の面なので、ははは、まあ、パワーアップして強化してるみたいで、まあ、最初緑色の戦車だったんですけど雪のところに来たのでもう戦車自体も白い色に変えてる。なんかミネルヴァさん動かせるのちょっと胸熱ですね。で、まあちょっとあ、やっぱ高台になんかやっぱいますよね。なのでこういう風に一度ちょっと梅雨払いみたいな形をした形で、やっぱり近くで撃つな。はい、一番大事なのは殺せる距離まで近づくことです。近づくことゼロ距離、はい、やったさげミネルヴァ、はい、いかに頭蓋骨の中に弾丸を叩き込むか、これが本当にポップな世界観なんですね。そんなこと言うのやめてください。ダメですか。ヘッドショットってこのゲームは頭が弱点なんですよ、人間は。そうなんだ。頭が一番狙い。なので頭に当たるとダメージが普段の何倍も入るので。なるほど。通常だったらまあ10発のところ2発みたいな、そういう形になるので、まあただ頭通せも小さいですので。あの狙っても外れちゃうとか、まあ頭狙った方がそして避けられやすいですね。あ、なるほど。はい。でようやく上の足場が綺麗になったところで、回ですね。装備もこの冬というか寒冷地仕様になってますよね。はい、はい、回さんはポンチョの色が白くなってるだけなんですけど、ね、やっぱお尻はね、そうです、あのコートを着ちゃうと隠れちゃうので。確かに。なるほど。出していきましょう、出していきましょう。はい、こういう感じですね。よし、いいぞ。この調子で降下してくる爆弾を撃破しよう。これ目新しい作戦で、そうですね、まあ、だからこれも新しいギミックの一つですね。その降下してくるものを撃ち落とす、撃ち落とす、うん、最初全くルールが分かってなくてやって、これどうやったら当たるんだって、うん、下からバンバン、はいはいはい、撃ってたら あっという間に戦中魚が沈みました。なんだよこれ。じゃあせっかくねテレサを使って、大丈夫、はい、今度は成功してね。テレサ、テレサ の, あの銃の先に丸いのがついてるんです。あれがライフルグレネードですね。これがあの両兵って1個上のあれになると使える。敵団、はい、兵 の, あの弾と同じような軌道で、そうですね。あ、テレサ、テレサ、大丈夫。さてどうやって殺しましょうかね。不意打ちですよ、これはいけるので。いや、不意打ちではあるんですが、まあ、偵察兵だから手榴弾でやるのが一番確実ですかね。まあ、そうですね、はい、頑張れ。特に手榴弾は、うん、向こう側から反撃が来ないのが安心性もまたあるんですよね。はい、いけたら一撃、はい、狙い通りです。よくできました。まあ、このゲームはあの敵が倒れるとき物理挙動で飛んでいくので、はい、割といろんな格好で死ぬんですね。そうですね。そこもあの割と面白いところです。そうなんです。今回この先の高台から落下したのもそうですし、うん、変な形で死ぬとかね、あるんですね。結構位置によってはね。じゃあ思いのほかうまく、左の高台取れて右側の方の高台も取れたので、このまま進んでいきましょうか。うわー、いい、とっとっと迎撃直撃しました。今の敵弾か、敵弾ですね。ちょっとダメージを食らいすぎたんでラグナエードでここで回復した状態で一気に、奥の方の拠点まで進んでいく予定しましょう。取れておるよ。ああ大丈夫ですよ、ラズは死なない子なんで。まだ行きます。そうですね、はい、このラズ君はあの不死身のラズって自分で自称してるぐらい。あ、知らないな、この舞台ブラックだな。いや何言ってんですか。なんですけど、まあ突っ込んでいけば当然ね、いろいろピンチにも合うので、一生懸命後ろからカイが助けてるっていう、うん、あ、2つの付きなんであれですね、はい、強敵系です。そうですね、これエースですね、はい、武器とか手に入ったりするんで、これでクリアすると敵の武器がもらえます。あの名前が敵についてるのがいるんですね。今屠殺の工場とかについてたんですけど、それがあの、まあ、大体あの全員あの開発スタッフの文字なんですけど、そうなんですか。裏話、エンドクレジット見たらおやおやってなってるんですかね。さんあれ、はい、有効かわかんないですけど、ちょっと自分がさっきあの敵団兵使えなかったので、あ、ちょっと敵団兵が動いてるところを見せたいなと。じゃあですね、ただ
流行地がないかな。この突撃の兵がいるんで、彼を殺しましょうか。なんかすごいですね。あの、穏やかな声で。お散歩に行くようにね。彼を殺しましょうか。優しい声言ってるからなんか何を言ってるかよくわからない。反応しますね。殺しに行きますみたいな。殺しに行きますね。お散歩に行く感覚で。多分これぐらい近づけば。もういけます。と思うんですけれども、ね、並んでこうやって置いて伸ばしてって、これが神好きなんですね。これ男の子はみんな好きなやつです。なんでこれでも敵の迎撃範囲でやるとものすごい勢いで打たれます。そうですね。これは視点の位置も高く上げれる。上げられますね。こうやって、見やすいところまで。ちょっと俯瞰の視点を、うん、あのこの兵士は選べますね。じゃあただ2発やらないとダメなんで、まあ起き上がらせるのが限界ですかね。はい、これでも完全に敵の迎撃からは届かない位置から、うん、ただ、このままだと多分次のターンに彼が殺されそうな気にはなるんですけれど、もう一発打ち込んで殺すか、まあ、誰かが援護するかですね。うん、ミネさんかな。ミネさんって何？ミネさん。あ、すいません、いつも僕の癖でミネルヴァのことちょっとついついミネさんと呼んでしまって。あ、ミネさん丸がちっちゃい。はい、ミネさんは優秀な偵察兵なので。よし、いけた、ミネさん。これぐらい距離だったらいけるでしょうね。キーンって音がしたのが頭に当たった時。そうですね、はい、ヘッドショット。メガネ食いがいいですね。でここで迎撃ラインを作りたいので、こういう形で、ミネルヴァを展開させておきましょう。次のターンに向けて、はい、はいはい、っていう感じでちょっとプレイしていただいたんですけども、まあちょっと実機プレイ、はい、こんな感じでこんな面もあるよっていうことで、はい、多分そうするとニコラ・キアラが出てくるかな。ここが多分ものすごいニコラ・キアラさん。これはあの上の2人が、あれがニコラ・キアラなので、上の2人、まあ、一瞬だけ映ったんですけど、この B みたいなマークのやつ、まさに痛ぶってやりますよって言ってニコラさんが今来てますね。あ、本当だ、ゴーランだ。頑張れニコラ、任しとけ。はい、任して。で戦車に向かって突撃をしてくるわけなんですけれども、まあね、普通だったらば戦車に向かるわけです。これ味方のコナーが一生懸命ディーシャンデが移動が早くて当たらない。めっちゃ楽しそうにやってる。ボーガン戦車にダメージ入るな。はい、来るんですよ。ボーガンなんですけど、戦車にもダメージが入ります。ボーガン、はい、怪物ボーガンなんて聞いたことない、多分僕はあれちょっとボーガンの形をした何か別のものじゃないかと思います。もうキャラクターと一緒に本庄先生にボーガンもデザインしていただいて。はははは。キアラも来たよ。よし、キアラの頂点、キアラ頑張れよ。コーナーのチームスが当たりました、ね、やられてんじゃねえ。ね、今斉藤さんと小沢さんでよし。ただちょっとやっぱ抜けましたね。あ、抜けるか、はい、抜けましたね。で本拠点その分すごく薄いんですよ。支援兵とハゲしかいないんですね。あ、おかげされた。あ、ハゲまさか開始の。大丈夫なの？本当だ。狙撃反撃。狙撃反撃だ。はあ。あ、ちょっと新要素を、見れたということで。嬉しい、ありがとうございます。なのでこういう風にしてちょっと。さっき僕の方が結構いい感じで進んでたんですけども、こうやってグイ押し返されるというこういう面なんですね。そう、一気にあのね、あのターンがお互い進行するので、はい、まあ、盛り返しされつつということで、そうですね、はい、新要素満載の実機プレイ動画でした。ありがとうございます。ありがとうございます。